はい、皆さんおはようございます。京都は西陣マスヤ高尾、4代目当主の高尾修子です。うちは帯地メーカーを経営しておりましてですね、私でなんと4人目ということでございまして、今回ご案内したいのは、秋の、企画展ということで、今回テーマがなんと、ちゃ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 ーん、ちゃ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 ーん、はい、混ぜるとなっております。これは、人も物も抽象的なものも具体的なものも合わせてみんなと混ぜ合わせた新しい美しさや新しい物事を作っていきたいなというそういうワクワクした気持ちを込めてタイトルをつけました。で、ご紹介させていただいて順にお見せしていくんですけれども、ちょっとうちの旦那さん入れましょうか。旦那さんどうぞ。はい、初めてご紹介いたします。どうぞ。はい旦那様、はい旦那様。ちょっと常に遅れ気味なのはいい仕事をいっぱい抱えてるせいなんです。うちの専務です。あら、どうぞ一言。どうぞ一言。マスヤ高尾でございます。専務でございます。本当緊張してんな。緊張してんな。はい、まあ今日は企画展として私の旦那様紹介というのを兼ねた感じになってしまいましたが、この後はペラペラ喋っていきますよ。途中でポソッと何か言うかもしれませんが、はい、そのあたりもお楽しみに。では、いよいよ、端の方からちょっと順に紹介をさせていただくんですけれども、新作今回新作として、紹介作ったものに関してこの札をつけるというルールをつけましてですね、まあ、ずっと進んでいただきますと、今回何といっても私の一押しはですね、この混ぜるというテーマそのもののこの紺という、帯で、これは素材を混ぜ合わせるっていう試みをしたもので、初めて麻そして和紙糸っていうのを、一緒に使いました。特に麻に関しては地のベースの部分に粘菌糸とともに織り入れてあるので、こうどちらかが登場するとどちらかが沈むっていう感じで、本当にベースを粘菌糸と麻で創作してます。そのおかげで素材感やっぱりさすがにシャリッとしたものができておりまして、本当にまあちょっと今までにないものができたのかなと。これからの締め心地であったりっていうのを検証していきながら、息の長いものづくりにしていきたいなと思っております。その第一作目コンでございます。まあ旦那様がどっかに消えてるのは皆さんお気づきでしょうか。旦那様大好きな本袋を喋りたいと言って満を持して登場です。はい、どうぞ。はい、本袋でございます。私本当に本袋が大好きで、特に今回は実を言いますと、これお色目が初めて出した色で、縦糸が黒なんですけども、地抜きって言って横糸の色でこんだけちょっとワインカラーというか紫に仕上がったっていう、これ私のアイデアでございました。やった。で本漆、そうそう、色出しは奥様が、はい、出して社長がやってますけど、ですから本出してほしいって言ってくれるな。そうなんですよ。ですからね、色を変えると雰囲気本当に変わるので、そういった意味ではこの逆版はあったけど、こっち版は初めてだな。そうなんですよ。でこの色違いね、やっぱこの漆っていうのが何とも言えない照り具合と、やっぱりこの自然もしくは日本の材料っていうことで非常にこう高級感が出るタイプでございますので、私この配色なんですけど、はい、私はこの配色が好きなんですけど、まあそういった形で今回もちょっと色鮮やかなものから漆のものから絵箔って言いまして箔に色付けしたものからたくさん今回ご用意させていただきましたんで、
近々皆さんの目の前に現れると思います。そうだよね、まあ、あのでちょっとコーディネートで今回はねここはご紹介させてもらってるところになるんですけれども、あの大島であったり、まあ、本当にこうシャレのお着物をより楽しむっていうコンセプトはい作らせていただいております。シャレ物のシリーズで続いてこうずっとこのまま、横に移動していただきますと、今回ねあの専務のうち旦那様の発案でこのようなディスプレイになってるんですけれども、あの名古屋いっぱい作っちゃったんですよ。あの昔すごくご好評だったシジラっていうシワの寄った織物を、あの全く同じ技法ではなく、あのこういうちょっとシワ感のある、ものを作ってみました。あので一本締めてみろと言われて私は結局この黄色い鳥ちゃんをあの選ぼうと思っています。あの幸せの鳥というタイトルでしてね、あの鳩サブレが大好きなんだ、大好き。なんかこう鎌倉っていう名前にタイトルを変えようかなと思ってるぐらい、まあまあ好きだよっていうそういう一本です。あなた好きなの一本何か紹介してもらっていいですか。アフリカ期間もね、そうだね、はい、なんかこれはあの会長が作ってた年金の柄を復活させたんですけども、年金ではまず売れなかったんですけど、年金では全然売れなかったんやけどね、はい、はい、年金では全然売れなかったんですけど、パッと見て図案だけで見てすごいこれいいなと思って、なんか復活できないかなっていうことで今回あの満を持して出来上がった商品でございます。いやあのでもう一個ちょっとごめん大事なこと言いますが、このね鳥さん鳩の、柄とこの、 あのトカゲじゃなくてヤモリのいる柄はね、うち の、 あの若きエースたちが作ってくれた、デザインでして、図案でして、それをまあ、 あの織物制作の部分は、まあ、私が担当させていただいて完成した、あのまあこれも混ぜると言っていいんではないでしょうかね、はい、そういう協力作品になっていますです。ですでくるーっと回ってきて、今度反対のゾーン、やっぱり光ってるぞというところをずっと見ていただいてですね、あのこの本当にめっちゃ光ってるところね、これはもう弊社 の、 あの超高級ゾーンの、黄金シリーズになってます、高級フォーマルを、あの私でも高級ゾーンはカジュアルはトライニシキね、でフォーマルはこの黄金っていうのをあの手掛けてまして、これはあの1年間に1柄ずつその年の柄っていうのを創作していくっていうそういうコンセプトで、作っておりますですね。そしてここね、これちょっと説明してあげてほしい。はい、今回ですね、企画展だからね、企画展をしたんだよね。企画展なんですけども、これ実を言うとあのここの先生、今日先生来てないんですけど昼から来られますけど、あの図案を描いていただいてるあの島村先生っていう先生なんですけど、で今までは表には出ない本当にあの裏方の仕事なんですけれども、もう仕事の内容から言ったらもうすごい内容深いあの図案を描かれる先生なんですけど、まあその図案を先生から作っていただいて、で帯を作るっていう流れなんですけども、今回もこれちょっと見本なんですけど夏帯、これね、かわいいよね、すごい素敵に上がったんで、かわいいよね、まあこの辺はもう本当に注文品なんで、これから折っていくのでね、はい、来年の夏向けにこれからの折り出しになっていくので、その先生をクローズアップしようという企画でございまして、でまあそういったあのところで、あのやっぱりものづくりを知らない方ってたくさんいてると思いますから、その裏方を、まあ本当のね、奥をね、そうなんですよ、織物は織ったらいいだけじゃなくてですね、できるものではなくて裏方の技術のあるものが結局何人も何人も重なってできるものでございます。混ぜるですね、まさにね、はいはい、みんなの力を混ぜ合わせて出来上がってる、その最終の形だけじゃなくてね、その背景も少しそうです、ね、あのお見せしたいなっていうのが増田さんの思いでございます。というわけで熱く語った、増田隆夫企画展2023、
これにて終わらせていただきますが、皆さん大事なこと、チャンネル登録、それからコメント、高評価ボタンよろしくお願いします。コメントをこの、見た中で好きなものは何？何でもいいです。これ着てどこ行こうみたいなイメージ膨らんだら、そんな話も聞かせていただけたら嬉しいです。一緒にやるよ、ではいいですか？左からこう回るんだよ。何しろ、そんなしろ、こうするね、こうする、こうではってこうするね、はい、はい、反対やんか、こうや、こうそうそう、はい、あ、行くよ、はい、せーの、ではちょっとずれたけど、はい、おしまーい。